1966年の産経アトムズでは、1966年の産経アトムズの動向をまとめる。この年の産経アトムズは、飯田徳次監督の1年目のシーズンである。この年から、チーム名を産経アトムズに改称した。1965年の産経スワローズで触れたように、日本国有鉄道に代わって、富士テレビ、産業経済新聞社を中心とする。 富士山系グループが新たに親会社となったが、チームは金田正一など中心選手の遺跡が相次ぎ、再開で1965年のシーズンを終了。山系スワローズはチームのイメージアップを図るべく、新ニックネームを募集。漫画家、手塚治虫の鉄腕アトムから、ニックネームがアトムズに変更され、またユニフォームも国鉄時代の紺色から、 青と赤に変更。新ユニフォームのデザインをファッションデザイナーの石津健介が新チームロゴアトムズをグラフィックデザイナーの亀倉優作が手掛けた。石津、亀倉、手塚の3人がデザインした新ユニフォームは日本一のユニフォームと言われたが肝心のチーム成績は5月に5位に転落すると8月には再開が定位置となりチームは 対応と同率の再開でシーズンを終えた。対戦成績では優勝の巨人と3位阪神には11勝15敗、同率再開の対応には13勝13敗と、検討したが、中日には8勝18敗、4位広島には9勝17敗と、大きく負け越したのが響いた。投手陣は、チーム防御率が3.16と、まずまずだったものの、 打撃陣はヒンダに会えにチーム打率が215、投21塁数も巨人の148個に対して三 k は約100個、少ない52個でヒンダと機動力不足では勝てなかった。